大丈夫、安心してくださいね。心配しなくていいね。どうして薬しちゃったの？自分がどうなるのか分かんないから怖いです。まあでも本当一日一日しかないよ。今日辞められなくてよかったって、辞められてよかったっていうのを毎日噛みしめるしかないからね。でも覚醒剤言った人雇ってくれるとあんまりない。必ずここに来た人には新しい職場を見つけて自立してできるようになって社会に復帰してもらって、基本その元受刑者の方が就職しやすいようにその職場を紹介するというのはもともとその目的でやってるから、みんな理解がある人たちだから、だから雇い主を信じる、僕らを信じる、それがすごく大事だと思う。